あじゃけば北川とすべったり切れる生配信スタートしていくわー。ブチ切れパイセンさん2440、宇治原さん職場から見てます、クビになれチャンピオンさん、アッコさんに怒られないように時間通りにね。俺がアッコにお任せに日曜日に出ることまだみんな知らねえわツイッターフォローしろ。高木さん2000円、え、私のお母さんは、ウジャル様がアッコにお任せさんに出演されることを知ってたよん。ツイッターだろ裏で繋がってんのかお前 TBS とチャーハンさん、アッコ抱くのかつーの伝説になるわ緑さん2440、さっき電車で隣にチャーハンみたいなやつが座ってきました、んパラパラしてたのかトムシリカさん2440、よースーパーカー、やっぱり色は赤がいいね、スーパースターだわスーパースターでもねえけど。ゆきぴよさん2000円、初スパットです、なんだそれなんで今日こんな暑いんだ、16度にしてやったわマグロのゆうきさん2000円、エアコン16度は本当に坂本さんの体が心配なのでやめてください、なんでだよチャビソルさん12000円、 TikTok で自分のコメントが切り抜かれたのだけ押してることは内緒、伝えてんじゃねえか大海賊団さん2000円、ビッグチョコでぶん殴るけどいい、痛くねえよイラッとするだけだろお前ノムシーカさん2440、フェザータッチってすっげえ効果があるんだけど、お前もやったことある、あるだろ試してみるだろこうで手汗すごくてガッガッガッってこううまくいかない。レンドアムスターさん2000円、何も思い浮かばぬ、投げ捨てごめん、切り捨てごめんだわ岩さん2000円、宮迫さんを応援する人の総称をサコーターと呼ぶそうですが、宇治原さんを応援する人たちは宇治原で合ってますか、頭おかしいやつだろハテナハテナさん2440、面白いこと言ってください、うんこしかねえだろ子供まで笑えるとか考えたら、全部考えたら結局うんこだろ。大人からしたらそんなの面白いと思ってる痛いやつってことで笑えるし。緑茶さん2440円、うんこつまんの高木さん2000円、うんこか、高木は猫ちゃんのうんこを発見した時、うんこ発見でん、うんこ発見でん、捨てる時はうんこ収穫祭、うんこ収穫祭ってご機嫌さんで報告しま、寝ろ一回お前寝て起きて冷静な状態で見てみろ今のコメント、お前中ちゃんさん4444円、死なないで死を並べるな、じゃあどうすんだ験担ぎタイプだったらお前二階堂じいさん2000円、本を売るならぶっ殺す、なんでだよ僕は今田さん2000円、歯の漫画から来ました、あの大人気作品に取り上げられるなんて宇治原さんの天下も近づいてきました、天下って天下取りましたってさ、までダサいだろえりまきトカゲさん、耳に蜂蜜入れるのか、なんでだよこっから切れてると思ってるのか俺ずっと、お前なおさん2440円、あんまり切れると痒くなるぞ、どこがだよ女帝ボンバーさん2000円、お願いがあるんだけど、なんでもいいから滑るモノマネやって、なぜだよしきさん2440円、お父さんが食器洗いしつつ宇治原様のブチ切れを見て、頭の回転早いなと感心して、お父さんには負けぬよだって今パッと見たんだろ、初めて見てなんかうるせえやついるなじゃなくすぐ見抜いたわけだろ、俺のだいぶなんかこう多角的に物事見れてるだろ、バカなやつは切れてる、バカがわびいてるって思うだけなんだからさベーシックさん、切れてるだけだと思ってた、んー黙れ二階堂じいさん2000円、映画ドラえもん静かの限界突破、悪夢自転車無限域地獄100連覇、黙れどこでもドア入って戻ってくんなお前ビンビンビンさん2440円、私の初体験を高1って思ってるおかんに、本当は中3なんだって言うか言わないか筋肉ルーレットで決め、言うな俺がなんか親だったら、うわはいや自分の息子って思うわリンリンリンさん2440円、その初体験は弟にがっつり見られてた、あー恥ずかしい、やばー行かれてるなお前。うっかんばちさん2440円、青ひげどこにだ、ここかこっち取り忘れた。カイトさん2440円、あれ宇治原さんケツ毛伸びた、映ってねえだろ堀北まかないさん2440円、初見の人は知らないと思うけど、この人二人用ベンチに人が座ってたら、わざわざ隣に座ってちょこんって言って、まばたきしないで目をガン見してくるらしい、やったことねえわ
なんだその法で裁けないヤバいやつ。カオさん2000円はギョンジェ、お主ガリガリじゃないか。それはさておき、最近のうち何ウィナー設定しっかりしろ。ゆきさん2000円、スパチャ面白いね。うじ、これからもよろしく。45歳、87キロ、糖尿病発症前のおばはんや。かまへん？なんでだよ。なんでスパチャする人に年齢や体重やその健康状態によって制約があると思ってんだよ、お前。チャミスルさん2440、花火大会の協賛金の領収書って、まだですか？花火大会の人に聞けよ。焼肉さん2440、炙りカルビ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 、どうぞ。びっくりするぐらい滑舌いいじゃないか。お掃除屋マスオさん6100円、初見。初見です、初見。初見です。もう、お前ブロックな。マジで。チンパン君さん2000円、あったまいいなぁ、貴様。お前は悪いようだな。ただただ社会人さん2440、シマウマって美味しいかな、ワニに聞けよ。ちょうどワニが食ってる写真動画見ちゃった TikTok で怖かった。よろずわ飼育員さん2440、ワニがデスロールしてシマウマの首がギュルンってなったやつか。そうだよ。檻の中のチンパンさん2440、ちなみにパンダはまずいです、食ったことある人だけ言えるんだよ。社会人さん2440、やっぱパンダはまずいのか。キリンはどうかな。なんで予想してたんだよ最初に。まずやっぱって。山崎さん2440、カンガルーは筋肉質な感じ、ワニは白身に近い、だからもうやめてくれ。B ボーイゲームさん20レアル、そうですね、春ですね。ブラジルはそうなのかな。リンリンリンさん2440、うじ、ちょっと落ち込んだ女性にはバックハグして大丈夫だよって言えば大体落ちるよ。口が臭くなければ日によるじゃねえか。じゃあ大人なんだから臭い日もあんだろ。あーちゃんさん2000、うじさんの頭って黄金のすすき畑で素敵。なんだその早口言葉。おい、ちょっとまたお前成人のヌード出たぞ。TikTok お前何が映ったんだよ。すすき畑で素敵って言っただけだろ俺。毎回毎回これか。タートルネックで出りゃいいのか。じゃあ逆にチンコ完成じゃねえかよ。ティンパン君さん2000、顔が卑猥なのかな。じゃあ開始2秒で消えるだろ。ハッピーチャンネルさん2440、うじ、ジージーチャンネル動画投稿数777本、ビッグボーナスやん。何が。サクサクリーカさん2440、うじさんのキレで興奮した元彼は生放送垂れ流しながら3回戦決め込んだ、帰れのタイミングで行った時は爆笑。何してんだお前。安心クルーさん2440、アビランケたっぴらかすよ。は。二階堂じいさん2000、さよならさよならさよなら、もうすぐ外は白い冬、愛撫したのは確かに右だけ、右乳を2秒だけ。なんでだよ。どうやって我慢できたんだよ。ケイトイさん2440、またノリスケがマッチングアプリでやらかしました。サザエさんの。二階堂じいさん2000、先日 NHK の番組が重大な倫理違反というニュースを拝見したのですが、これってやっぱりチンコを出したんですかね。チンコ言いたいだけの人ですよねあなた。じゃあもうチンコって書いてもらって結構ですよ。なんで NHK って入れたことによってちょっとちゃんと聞く姿勢を取らせんのこっちに。174RD 柴さん深夜や深夜。うん、黙れお前。宮崎翔也さん、クソネギ星人がなんでそんなこと言うんだよ。檻の中のチンパンさん2440円、ティンコやティンコ、変なアレンジ加えんな。二階堂じいさん2000円、確かにラピュタを見てると言いたくなるよね。あー、あの言葉が言いたい。ペニスバルスだろ。ツイッターペニスでいっぱいにならねえわ。ナオさん2440円、牛乳派ですか母乳派ですか。牛乳派しか許されないんだよ大人は。俺の中のジンバさん2440円、最後に埋まって泳げるらしい。知らねえよ。GG チャンネル。もう一言だわ。うん、チャンネル登録外して出てけ。
出なきゃ出なきゃ来んなよ二度と。